不眠で悩む人増えてるの社会構造によるところはかなりありますね。覚醒中にいろんなもの溜まってるはずなんですよ。でノンレム睡眠になるとその、まあ、溜まってるものがなくなる、外に吐き出されたゴミを、ね、タンパク質の残骸みたいなやつをその何かがクリーンアップしてると、ね、いうことですね、うん、逆に言うとノンレム睡眠あんまり取ってないと、うんそうですね、老廃物が溜まりやすくなってくるっていう、うん、僕はあの睡眠スコアがいいんですぐノンレム睡眠に突入しちゃうらしいんで、うん、夢も見ないですねノンレムの時ね、うん、ノンレムでも夢見るんですけどね。ノンレム夢の性質が違います。あの レムの時の夢って割とストーリーあるですよ、はい、ただなんか非論理的だったり変なこと起こったりするんですけどそれでも割と複雑なストーリーがある。だけどノンレムの時の夢ってもう本当に単純な視覚イメージなんです。なんか階段から落っこちるとか。なんでノンレム睡眠とレム睡眠それはすごく難しい。未だに本当の答えって分かんない。でっていうのは、まあ、ノンレム睡眠に関しては割といろんなこと分かってきたんですけどレム睡眠って何やってんのかって未だにちゃんとした答えないんですよね。セオリーが乱立してる段階です。そうなんです。堀江さんが睡眠スコアがいいっていう話があったと思うんですけどいい人と悪い人の差っていうのはどういうところから出てくるんですか。いい人と悪い人の違いまず生活習慣が一つです睡眠衛生をちゃんと考えた生活習慣ができているかどうか、あとは遺伝もあります。性格的なものも確かに、まあ、遺伝の影響非常に大きいです、ね、あとは普通に昼間疲れるっていう、うん、まあ、それ大切なんですよね。睡眠って覚醒のためにあるんで昼間ちゃんと起きていろんな活動をするっていうのが非常に大切です。 ね、そうするとやっぱストンって寝ちゃいますよね、うんうん、よくだから睡眠負債とかって言いますけど、まあ、睡眠圧って言った方がよくて起きてるとどんどん溜まっていってる。これ概念なので睡眠圧って何なんだって言われても困るんですけど、で起きてる間ずっと溜まっていってその力で、まあ、入眠できる。うん、なるほど。睡眠負債溜まってると大変だみたいな言い方する人いますけどそれは必要なものなんですよ、うん、ちなみにこの睡眠不足になるとどのようなこのリスクがあるのかというところについて。短期的なリスクはすごく分かりやすくて、うん、集中力とかなくなっちゃいます、ね、あと反応速度って、まあ、いわゆるあの反射神経とかって一般の方言うやつですけど、あの反射神経悪くなっちゃうんですね。であとは作業効率どんどん落ちていきます。であと、まあ、慢性的に毎日あんまり寝てない人って、うん、いろんな病気になりやすいことが知られていて、でそれは肥満も含まれてるんですね。メタボリックシンドロームとか高血圧とかあと糖尿病とかがんもそうですね。あらゆる病気になりやすくなってしまうっていうことですね。今5人に1人が睡眠に不満抱えてるみたいなこと言いますけど、現代人にちゃんとした睡眠求めるのかなり難しいです。夜も電気がついててみんなスマホ見てる状態で体内時計がずれてしまっている。だからまあ社会的時差ボケっていうんですけど体内時計がずれてる状態です。あ、それに対応して生活していくしかないので、うん、理想的にこう何時間寝ればいいとかってもあるじゃないですか。その辺ってどうですか。人によって違うっていうのが本当の答えです。これも遺伝によって決まってるので、あと年齢ごとにどんどん少なくなってきて、ちなみにですね、まあ、堀江さんこのことずっとおっしゃってるんですけど徹夜は意味がないというようなお話をされていて、うん、まあ、徹夜しても短期記憶が脳に定着しないってもう意味がないと、むしろ無理せずにできる範囲だけで覚えて寝た方が良いのですというようなお話をされているんですけれども、うん、はい、いかがですか。正しいと思います、うん、記憶って実はいろんな種類の記憶あって、うん、どっちにしても睡眠が固定化に関わってます、うん、不眠で悩む人増えてるのはやっぱり社会構造によるところはかなりありますね、うん、だ夜明るいっていうのはかなり体内時計には悪い、うん、あとはストレス社会、はい、まあ、実際だから入眠の時間って50年前に比べたら1時間以上遅くなってるんですよ、うん、だけど会社の始業時間も学校の1時間目の時間も同じなので、ですよね、まあ、睡眠が足りてないっていうのが根本的にはあると思います。続いて夢について、伺っていきたいと思います。そもそも人はなんで夢を見るんでしょうかというところからお伺いしたいですけど、メカニズム的なことで言えば、はい、レム睡眠中ってその脳の活動状況って覚醒の時と同じような感じで動いてるんですね。
ただその前頭前皮質ってそういう意識を司っている部分が機能低下してるから意識はないんですよ、だから脳暴走してる感じなんです、まあ、普段だったらいろんなものを見てその情報の元になるものを脳で処理して映像のイメージって脳内で作ってるんですね。レム睡眠の時はそういう材料がリアルワールドから供給されてないんだけど勝手にいろんなイメージ作られてます。例えば、まあ、全ての感覚そうなんですけど脳内で構築してるんですよ我々の感覚って全て、はい、でレム睡眠の時はリアルワールドから入ってくる情報じゃなくて勝手にいろんな情報を構築してる、まあ、記憶の中にある材料だとは思いますね。本来実際の社会で起こってることではないから記憶しておく必要はないんです、ね、だから覚えてられないんです。なんか結構私なんかコントロールできる夢みたいな。コントロールできます、ね、はい、そういう人いますね、はい、それはどういうメカニズムなの。レム睡眠の時に前頭前皮質の機能が覚醒まではいってないんだけど、はい、そこそこ活動しているタイプの人です、ね、で自分でも夢って分かってる感じですかね、はい、でトレーニングでそれできるようになるっていう話もあるし。そうなんです、はい。